教習所ですね、完全に。ほんと教習車みたいにノロノロ運転だな、これ。皆さん、こんにちは。フロマスクです。今回はこちらのシティカードライビングというゲームに挑戦していきたいと思います。ということで、こちらは名前の通り街中で車を運転するシミュレーターゲームですねになっていて、まあ、いろんな国の交通規則にのっとって、まあ、運転をしていけるみたいです。で、今設定では唯一の左側通行ができるオーストラリアですね。それにして、オーストラリアでの街中のドライブシミュレーションですね、やっていきたいと思います。で、早速一応フリーモードとかもあるんですが、まあ、キャリアモードでやっていきましょう。で、キャリアだと一応自動車学校から始まって、初心者、経験者、プロ、特殊準備とどんどんとランクが上がっていくみたいですね。まあ、なので今回は自動車学校からですね、運転免許取得を思い出して一からやっていきたいと思います。はい、こちらご覧のと今スタートしたんですが、結構リアルですよね、車内。この車は何の車なんだろう。まあ、でもよく見るセダンタイプの車なんでしょう。で、まず最初にシートベルトを締めなければいけません。B キーを押してください。はい、シートベルト入れた。で、エンジンを始動するためにキーを4秒、1、2秒、はい。おー、ついた。右側に方向指示キーをつけてください。ちょっと待ってくださいね。はい。ハンドブレーキを離してください。わあ、やばいな、これ。懐かしいというか。はい。クラッチを踏んで、クラッチを踏んだまま、ギアシフト。ん？ダブルキーでギアを。あ、これマニュアル車なんですね。はい、動き出した。はい、方向指示キー消した。一速で行くの？これ。今、教習場なんですかね、ここは。二速に切り替えて、はい。二速に切り替えた。教習所ですね、完全に。ここは教習所です。また一速、はい、一速にした。右右折ですね。はい、教習所だから誰もいないでしょう。で、左側通行なんで、はい、横断歩道は行っちゃっていいのかな。左方向、左側で止まってください。はい、あ、止まるんだ。もう、はい、止まった。ハンドブレーキをかけてください。エンジンスイッチを切ってください。なんだこの効果音は。勉強、問題は成功しました。おめでとうございます。あ、これでいいんですね。わあ、更新縦列駐車、縦列駐車やだな。縦列駐車できるかな、これ。え、スタート線の前で止まってください。わー、これか。わー、完全教習場だ。あ、シートベルトしたい。減点対象になっちゃう、これ。免許で。ハンドブレーキ外して。おー、ちょっと待って。あ、演出。演出させちゃった。
ら辺かな。あえちょっと待ってスタート線わかんないな。アクセルなんかちょっと感度良すぎるな。いつものユーロトラックぐらいので行っちゃうとあれですね。こんぐらい。はい、練習を始めてください。あ、しかも前も制限されてんだこれ。これはきついぞ。停車してバックギアで駐車やだな、苦手なんですよねこれ。うわあ、あーこうあれちょっとこれあれですよね、ちょっとやばいぞこれ。ちょっと前出た方がいい気がするんだけどな。はい、バックギア入れて、ミラーが見えないからな。あ、あ、危ない、早いこんなんでいいの。これもうちょっと前出た方がいいでしょ。はい、これで、ふう、やばい、汗かいてくるこれ。S字コースだ。S字コーナー来た。20秒で。こうアクセル難しいですね。感度を下げるか。ゆっくり行かなきゃな。はい。走行を始めてください。慣れてないかな、この車自体。見えない見えない。ああ、早い早い早い。ほっ、意外とうまくいった。よーしよしこれはいいんじゃないですか。え、星 1? 厳しいな。線の前に止まって、ここで止まって、シートベルトしてない気がするんだけどな。ああこれ一瞬でも下がったらダメなんですね。結構厳しいぞ。ふう、で、これでまた通行するのか。ぐらいで、よし、いったよし、よし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 はい、坂道、なんだこの星が、真ん中が抜けた状態ですね。よくわかんないな。あ、いよいよ仮面かな。市内道路試験ルートです。ルートに横断歩道、信号のある交差点と信号のない交差点、ラウンドアバウト、あー、あのロータリーか。緊張するなこれバックしなきゃダメですよね。後ろが見にくいんだよな。これ教官乗ってないの結構クラッチが間な、奥まで。あ、やば、いきなりエンストはやばいでしょこれ。なるほど、はい、とりあえず出た。で、次左か。こう行っちゃっていいの。おお、普通に行っちゃっていいのかなこれ。何にもナビしてくれないんですねこれ。うわっ、説明もないんですけど。あ、速度規則を守ってくださいって出てた。
何キロ制限で今何40キロぐらいか出てんので、ここか、ここ、ああ、なるほど、危なっ、行っちゃう行っちゃう、でここ入ると人がいる、入るときにつけた方向指示キーと、あ、なんかちっちゃいなこの文字が。200m 先右折してください、ちっちゃい、この文字なんで真ん中に出さないの、さっきみたいにすごい読みにくいじゃないですか。突然右端に出しても、はい、はい、あ、演出した、やばあ、でもいいな、歩行者はいない、60キロ制限ですね、ここから 100m 先右折、あ、あ、危ない、ごめん、入れさせて、あ、ここだやっぱここだったまあ いや、もう右上のナビ見とこう、左曲がって左折 OK、 ちょっとまだ感覚が、何キロ制限なんだろう、ここは40キロかな、あっ危な人がいた見てなかった、完全に今のは OK ですよね。あ、なんか右上にホイッスルマークが20分の17になってんな、怖っ、キープレフトか、車線変更するとき左方向指示キーが、あ、これが残り14か、これが0になったらダメなのか、左方向指示キーなんですね、あそこは、右、車線変更すると右がついてなかった、ルールが分かんないな、やば、あー、やばい、残り8だ、この速度ですね、ここを右折、あー、いけるダメなのこれ交通違反しすぎましたって言われたここを右折、あ、もう行きたくないな、これ行きたくないんですけど、行くか、はい、方向指示キーが厄介だな、右折ですね、信号のない交差点を右折、いっぱい歩いてる、全然スピード出せないんですけど、あー、ごめん、ちょっと出てた、このままゆっくりとほんと教習車みたいにノロノロ運転だなこれ200m 先左折ですね、
ですね。巻き込み確認して。オンリー、あ、左折しか行けないんだ。あ、危な。あ、やば。エンスト。エンストした。ちょっと待って。エンストしちゃった。この先は交差点でエンストしちゃった。よし、やばいな。キープレフトじゃないと怒られそうだな。後ろからバスが来てる。もうちょっとスピード出していいか。何キロ制限なんだろう、ここは。あ、人がいる、人がいる。行っちゃっていいのかな。この先は左折かな。ランナバウト入り口、ランナバウト3番の出口に行けって書いてある。もう、何このランナバウト、でかっ。あ、なんか減点された。歩道のなんちゃらって言ったな。この先ちょっと左に入れさせてもらって、で出口 OK。 えっ、ランナバウトへの通行方向は入るときにつけた方向指示キーと、これがわかんない。あ、進入時の方向指示キーはいらないってことか。確かにつけてないですもんね。行っちゃう？行っちゃう？で、ここで左側に寄ると。この人なんか怖い。ああ、なんかいろいろ8点も減点された。厳しいな。ダメだったのか。あと 500m、 今回はもう行きたい。うわー、早い。交差点を右折、ちょっとこの車と一緒か。うわ、無理やり行くな。展開してったぞ。40キロ制限か。2速でいいや。ライトがつかなくなっちゃった。パッシングしてるみたいになってる。あ、やばいやばい。制限速度オーバーになっちゃう。帰ってきたかな。あ、これでつけられるのか。よし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 。 AI 速度制限守ってないですよね、これ。まっすぐ、怖っ。これ行っちゃっていいの、これ。ワンウェイ、結構なんか左側で駐車してください。怖っ、ぶつけそう。あ、やばい。エンストした。おあ、いけた。ようやくクリアですね。もういいや、1個で。難しいな、このゲーム。